はい、現作 TV、はい、今日はですね、ヴァンガードオフに来ています。はい、ヴァンガード、こちらカードファイトヴァンガードです。どうも、私たちダメイドと申します。はじめまして。ヴァンガードなのにコスプレ。イエス、イエス。これはダメイドのメイドの衣装なんですけど、今日はこちら魔法少女で、はい、さっきまでこっちの格好でいたんですけど、そう、今日は特別に魔法少女の契約して、はい、そう。どうかしちゃってるわけですね。違う、これ知らないですか、まどか。知ってますね。知ってますね、よかった。俺もオタクの端切れないの。じゃあちょっと立って見せてよ、じゃあ。いやー、中途半端なんで、そう、なんかカツラとかね、ちゃんとしようよって感じなんですけど。ほう。はい。ほう。ほう。私この辺すっごいガボガボなんですけど。本当すいません。本当すいません。すいません。勝手に回してくれたね。こっちはどんな格好なのよ。はい、こちらのロングスカートとミニスカートがあって、で、キャナです。キャナ。メイヤです。メイヤはこれの水色を着てます。はい、じゃあ回ります。あんた袖を広げたらね、隠れちゃってんじゃん。みんなのシーンとしてる具合がすごい気になります。カメラが触れない。はい。で、今日は、はい、今日は幹事と副幹事が揃ってコスプレしながら。そうなんです。ヴァンガードのオフ会なんですけど、メイヤが全くやったことなくて、私がハマっているということで、今日はティーチングしながらルールを教えながらやろうっていう企画です。はい。なので経験ないっていうお客さんも来て。一緒に経験者と説明しながらやってます。こっちは300人ぐらいいるからね。そう、みんなありがとう。2階のみんなありがとう。ありがとう。ということでね、お客さんは映せないんですけども、皆さんの声援がね、すごいざわざわですね。ざわざわ。違うだろそれ。もうマージャンバーガーになっちゃうから。マージャンじゃないです。もう結構デッキいろいろ揃えてる感じなんだ。そうなんです。これは今メイヤは借り物デッキで借りてます。可愛いですね。可愛いね。そんなカードなの？そう、これスリーブ入れ物ね、カードの。で、私は一番好きなのはこの闇のサーカス団のデッキを使ってます。なるほど。これ見てる人たちいろいろ分かってくれるといいな。そう、ヴァンガード分かってる人は、あ、ペールムーンだねみたいな。で、今日はオフ会はこれ何で募集かけたの？ブログとツイッターでゆるゆるっとね、昨日まで詳細を出さず。昨日の夜になって、そう、なくなるかもしれない、いや、やっぱりやるかもしれないみたいな。なんだお前。そんな感じで出しました。じゃあ、キャナちゃんのなんていうブログ？キャナのじゃないんですけど、八木しかなみのポジティブサマーガールっていうのでやってるんで。寒い冬に。はい、そうです。ちなみに秋生まれなんですけど。はい。募集かけた。そうそう、まあ、ダメイドのうちらのね、ここの漢字見て、これで検索すれば。ダメイドのブログが出てきて、それにうちらのブログが載ってるからわかります。わかります。アクセスしてください。自分のやつはないのか。自分のやつはゆるゆるっと、ゆるゆるっとダメイドの方で検索してください。わかりやすいんで。まあいろいろあるということでね。あ、そう。はい。で、まあ今日は教えながらやってまして、今日午前中お昼ぐらいからやってて、ようやくルールをだんだん分かってきたよね。うん。だいぶもうなんか疲れてきました。最初全部ルール叩き込んだ時、半分寝てました。寝なくなってきた。結構難しい。どうすんだよ、第2回とかやんのかよ。じゃあできたらやりたいので、もしこれを見てヴァンガードやってる人とやってないけどこの際ちょっと教えてもらおうかなって思った人がいたら、次回ぜひ遊びに来てください。いつあるかわかんないけど。女の子はコスプレすると安くなるかあんの？あ、女の子来るっていう前提じゃなかったから俺は前提で話してんだけどね。あ、じゃあそれはもう全然普通にうちら貸し切りじゃないから店長に交渉してください。うん、わかりました。はい、店長よろしく。道玄坂 TV、 バイバーイ。止めてください。止められましたね。